はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は制覇、いやいや連敗でしょうということで、ACL を考える、まあ浦レッズ対リブンですかね、との試合の、まあプレビューは無理です。まあちょっと対戦相手の情報が少ないんでプレビューは難しいんですけども、まあちょっとね、改めて今年のレギュレーション、 ACL の、レギュレーションプラス、まあ予想スタメンみたいなところもやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますと、いうことで、もう早速出していきましょうかね。こちら、そう、同時視聴生放送やります。まあ浦レッズ VS リブンですね、放送はスカパーさんということで、まあちょっと僕もね、久しぶりに、同時視聴生放送やります。ちょっと時間的な都合と、まあ僕もちょっとね、お仕事の関係とかであまり最近生放送できておりませんでしたっていうのと、実は裏でちょっと体調不良が、あったんですけどもね、最近あいつなんかえらいツイートって言われるか、今ポストかな、なんかツイート多いなって思った方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんけどもね、そう、体調不良じゃないけどもね、ちょっとね、家にいらざるを得ない状況に、なったというところでございまして、ちょっと最近ね、いろんな事情があって家にいることが、多かったというところにはなってきますけどもね。ということで、まあ久しぶりにやりますということで、放送がスカパーさんなんですね。どうなんだろう、今後もね、今年の ACL はスカパーさんがやっていくのか、それともね、ダゾーンさんがやってくるのか、ちょっと分かりませんけども、しかしまあスカパーさんがやってくれるのであればというところでございまして、まあ、8月22日ですね、19時20分キックオフかな、キックオフが20分かな、放送が20分か、ちょっとあれですけどもね、まあ、ってことでございまして、まあ、7時過ぎぐらいからやっていこうと思ってますので、よかったらチャンネルとかよろしくお願いいたしますというところと、もう一個ですね、ちょっと今回、ね、放送のですけどもね、動画の尺が多分短くなると、思いますんで、そう、チャンネル登録者数ですけどもね、おかげさまで9500人を、突破しております。なんか今月に入ってね、多分いろいろちょっと裏でやっていた影響でしょうけどもね、300人ほど今月だけで、増えております。本当ありがとうございますというところでございまして、まああとちょっとで1万人というところなんで、よかったですけどもね、チャンネル登録よろしくお願いいたしますということでございまして、続けていきましょうかね。こちら、これがですけどもね、 ACL の今年のスケジュールということでございましてですけどもね、大会方式、グループステージ40チーム10グループで、なかなかやっぱアジアって広いなって改めて、感じるところでございますけど、ちょっと小バエが飛んでますね今、我が家ではちょっと小バエがね、大運動会をしてますね。そんな汚い家ではないんですけどもね、この時期嫌ですけどもね、ということでは、そう、グループ A から E は西地区というところになってきますが、まあそこはいいか、この辺もいいか、この辺はいいでしょうってことで、まあ、開催日ですね、開催日の方を見ていくと、グループステージ西地区は、あっちの方ですね、中東の方になってきますけど、西地区は一応こんな感じで、東地区、まあ我々浦レッズが、所属をしている東地区になってきますけど、9月19日からということで、もう1ヶ月後にはこの熱い戦いがスタートするというところでございますね。12月13日です。で、12月13日の水曜日までというところで、まあなかなか難しい日程にはなっております。まあ12月13日が多分だから浦レッズ年内最終戦になるというところでございます。決勝トーナメントで見ていくとね、2月の13日からスタートということで、これがなんか1週間かけてファーストレグとセカンドレグを多分やっていくみたいな感じでしょうかね。ってことで考えていくと、まあ例年通りでいくのであれば J リーグの、開幕とドカブリするっていう話には、なってきます。まあ2月の13日なんで、まあスーパーカップとかね、リーグ開幕前後で、来シーズンだが J リーグの日程がまだわからんのです、これがですけどもね。っていうのも、多分来年からルヴァンカップの改革も始まって、ルヴァンカップが天皇杯みたいに、まあ J1 から J3 まで、参加型になるってところまで多分決まってんのか、これは話があったと思うんですけどもね。で、あとそこからだからね、J1 自体もふさふさクラブ、2クラブ増えますんで、20チームになりますんで、この辺の金間でね、リーグの開幕を、どこにするか、まあ、今年よりも遅くなることはないのかなって感じがしますし、だからまあ早まるとしたらね、この2月13日ぐらいから、リーグの開幕でしょうし、まあ、今年と同じぐらいであればこの1週間後、まあ、2月20日ぐらいが、になるんじゃなかろうかという感じがしますけど、まあ、いずれにせよですね、いずれにせよですけども、まあドカブリしてますよね、まあ、開幕戦とですけどもね。ってことで、まあ、このどちらにせよ移動が入るんでね、これね、だから、まあ、リーグの開幕戦を浦レッズは結構疲労した状態で、戦わないといけないんじゃなかろうかっていうのはありますし、逆にファーストレグですね、ファーストレグが中国、まあ、アウェー開催の場合はですけど、もうまあ余裕を持ってですね、日程的に余裕を持って
ってアウェーの地に移動して、で今度ねこの1週間以内にまた日本に帰ってくるっていう、ちょっとこれはねだいぶ違うんじゃなかろうか、1週間以内に日本と中国の往復になるのか、それともちょっとね余裕を持って先にねこのアウェーの地に乗り込んで、でこのね1週間のうちに1回戻ってくるのと、これ若干違う感じがしますんで、てことで割とこのファーストレグ、特にこの開幕戦、リーグの開幕戦の時期と被っておりますんで、ファーストレグがどっちかってところもちょっと気には、なるところにはなってきますけどもね。まあだからこれはまあファーストレグどっちか問題は割とね今後まあ勝ち上がっていくって考えた時にはですけどもね、どこでも重要にはなってきますけど、しかしまあこのラウンド16に関してはですけどもね、国内リーグの開幕前ということで、ファーストレグがアウェーの場合ですけどもね、ファーストレグがアウェーの場合はちょっと余裕を持ってね、敵地に乗り込んでそこで合宿するみたいなこともできますんで、これ結構違うんじゃなかろうかっていうのは感じますけどもね。で準々決勝、準決勝はこんな感じで、決勝が、5月11日、18日ということで、これもだからファーストレグ、セカンドレグですよね。これ一発勝負じゃダメなのかな。まあなんかね、それこそね、チャンピオンズリーグみたいに、まあ、中立一発開催、まあ中立地にしたら、だからそうかね、まあ日本はまあね、アジア広すぎますもんね。まあヨーロッパも広いか、ヨーロッパも広いけども、まあね、やっぱアジア広いんでね、これ中立開催とかなったら、いつ ACA の決勝、これ、我々日本人は見に行くことができるのかとかになってきそうですしね。まあこのファーストレグ、セカンドレグ、まあこれがいいっちゃいいのかなという感じもしておりますけども、ということで、まあまたゴールデンウィーク明けに決勝が行うというところでございますんで、皆さんこの時期お休みを取っておきましょうという話でございますけどもね。はい、ということで、じゃあ戻りましょう。次こちらですけどもね、じゃあスタメン予想ということで、急にまたね、ウラリツの話戻ってくるんですけどもね、スタメン予想っていうか、スタメン予想じゃないか、スタメン予想じゃなくて、まあ僕が見たいスタメンには、なってきます。まあこの選手を使った方がいいんじゃなかろうかところには、まあなってきますけども、ただ、やっぱりなんだかんだで、正直多分、あの能力的にはね、まあ、ウラレッツの方が上であろうという前提の話ですけども、あの、1年半前にヴィッセル神戸がプレーオフで、他の国のクラブと試合をやったんですけども、ヴィッセル神戸相当苦しんだんですよね。多分1年半前の3月の真ん中ぐらいに、ね、ACL のこのね、プレーオフがあったんですけど、ヴィッセル神戸で対戦相手に相当苦しんだプレーオフのゲームで、そこでなんと勝ち上がるみたいなところがあったんで、正直やっぱ一発勝負って何が起きるか分かんないんですよね。あのヴィッセル神戸ですらね、1年半前は苦しんだというところにはなってきますんで、ってことで考えると、あんまり後ろはいじりたくないというのが僕の本音にはなってきます。だからゴールキーパー僕は西川でいいんじゃないか、まあ仁江川選手とかね使うっていうのもあるでしょうけれども、ただやっぱ最後のところはね、本当何が起きるか分からんというところなんで、本当経験がある西川選手を使ってほしいというところで、岩波ショルツ、まあ多分ね、次のホイブラテンをどうするか問題ですよね。あのホイブラテンが次のリーグ戦、湘南戦か湘南ベルマーレ戦にホイブラテンが出ることが、できないんですね。でこれだからね、もう次のリーグ戦ホイブラテン使えないのであれば、この ACL で使っていいんじゃないかってところも考えられますけども、一方でやっぱ試合間のところですよね、まあ、次ホイブラテンが出られないのであれば、岩波をこの試合で使っておいて、こう試合間を取り戻させるじゃないですけどもね、その辺をだから監督がどう考えるか、本当この試合を、まあ、もちろんね全力で臨んでいくとは思うんですけどもね、まあ、リーグ戦次、まあ、湘南ベルマレ戦ね、どうせホイブラーテン出られないから、まあ、この試合でホイブラーテン使っちゃおうっていう考えもいいとは思いますし、しかし一方でやっぱりゲーム感、試合感覚がちょっと岩波選手も遠のいておりますんで、まあ、どうせ湘南ベルマレ戦では岩波選手が出ると思いますんで、そこに向けては調整じゃないですけどもね、調整の場ではないんですけども、試合感を養うという意味では岩波を使う、まあ、どっちのチョイスでも僕はいいと思うんですけどもね。で右に関してはだから、そろそろ宮本選手が使える状態でないと僕は、まずいんじゃなかろうか。宮本選手多分5月の末ぐらいからウラレッツに、ね、合流してますよね、この選手ね。5月の末、多分新加入選手の中では誰よりも早く合流はしているんですけども、今のところリーグ戦が、出番がないと、まあリーグ戦出番もないもクソも、ね、この数試合しか登録されてからは行われていないんでしょうがないんですけどもね。ってことなんで、まあ、この試合仮に酒井選手とか、マータレ選手が出るようであればちょっと宮本選手の評価が、ちょっと心配にはなってくるというところでございますけども、まあ、そういう意味でも宮本選手使ってほしい、まあ、コンディションはね誰よりもね上がってる感じがで上がっていないとまずいんですけどもね。ってことで、まあ、宮本に期待したいというところで、ダブルブランチは安い芝と、まあ、もう岩尾選手、糸敦樹はがっつり休ませてもいいんじゃなかろうかっていうのがちょっと個人的には、思うところにはなってきますんで、まあ、安い選手、芝と選手のダブルブランチで一応組んでおりますね。で
あとは真ん中の構成ですね。どう考えるか、まあ、僕は中島翔也はちょっとトップ下よりも外で見たいかなっていうのはあります。難しい、まあ、正直やっぱスコレジャ監督の中ではね、得点力があるトップ下で考えた時には中島翔也の方がトップ下なんでしょうけども、中島翔也ってやっぱね、どっかスペースがあった方が生きるのかなってなんか思っていて、まあ、あのトルコでもトップ下やっていたようでございますけども、ただね難しい、中島翔也の良さを出すのであれば外でね、こう対戦相手のサイドバックとかと1対1を作ってみたところ、まあスペースがあるところで勝負させた方がね、実は生きるんじゃなかろうかっていうのはちょっと感じるところにもなりますんで、ちょっとね左か、まあ何にせよ多分中島翔也と、まあ、先発とは思うんです。多分トップ下なりサイドハーフなりで先発とは思うんですけども、個人的にですよ、だから予想スタメンでするのであればトップ下なんですけどね、多分この試合の予想スタメン、スコレジャ監督がこういうメンバーで行くんじゃなかろうかって考えた時には多分中島翔也がトップ下ってなるんでしょうけれども、まあ僕が見たいスタメンという前提なんで、まあ左中島翔也をちょっと、試してとか見てみたいなというのありますけどもね。ただまあ中島翔也じゃなかった場合は、まあサイドハーフ秋元にはなるんじゃなかろうか、もしくは関根がね前回同様先発で入ってくる可能性も、ゼロではないのかなというのも、関根が最近ね、前回スタメンでしたもんね、前回はスタメンでしたけど、それ以前がちょっとスタメンから何回か外れていたんで、まあ、体力的には関根はねまだこの間ゲームで先発とはいえ体力あるんじゃなかろうかってところになってきますんで、まあ、関根でもいいのかなという感じもしておりますけれども、一応こんな感じですかね。でトップ下型が小泉が前回前半で変わったんですよね、うん、小泉選手前回前半で変わったんで、あれで僕は割と ACL に向けた交代じゃ、なかろうか、要は計画された交代じゃなかろうかというのを思っていますんで、まあ、この試合を頭から使ってくるんじゃなかろうかっていうのもありますし、まあ、前回パフォーマンスは非常に良かったんで、まあ、小泉中島、まあ、この辺はだから次のリーグ戦湘南ベルマーレ戦をちょっとね考えたスタメンにはなりそうですけどもね。で右は早川くん、学校大丈夫かな、まあ、通信制だから大丈夫と思うんですけどもね、多分早川選手が右に入ってくるんじゃなかろうかってところかな、まあ、本来はですけれどもね、この辺でパン屋選手が使えたら良かったんでしょうけど、パン屋選手一応ねタイの方でキャンプに参加はしていたらしいんですよね。一応ねキャンプには参加していて、ただねあんまりこうね、戦術練習とか加わっていなかったっていうだけで、一応練習はしてたタイでの、まあこの来る直前にはなってきますんで、まあ、体の調子は多分いいと思うんですね。これ、パン屋選手体の調子はいいと思うんですけど、戦術的な意味ではまだまだちょっと難しいんじゃなかろうかというのはありますんで、まあ一応こんな形でしょうかね。でまあワントップのとこは高橋使ってほしいかな、うん、まあ臨戦でもいいのかもしれませんけどもね。ただ高橋かな、なんか本人もセンターフォワードでやりたいみたいな話をどうもしていたようなんで、いやそうだよなって僕も思います。も高橋としきサイドハウトがちょっと何考えてんだっていうレベルです、僕に言わせればですよ本当に、昨年 J2 見てた側からするとなんで高橋としきをウィングなんだっていうところにはなってきますけど、本当ねこの試合でどんだけ評価が変わるか分かりません。まあやっぱりね勝たないといけない相手にはなってきますんで、しかしもこの試合僕は高橋としきの、爆発には期待したし、まあ臨戦でもいいかなって感じがします。まあ興梠でもいいのかもしれませんけど、ただ多分今後の軸は観点にはなっていきそうなんでね、高橋臨戦どっちかの爆発に僕が期待したところには、なってきますけどもね。はい、ってことで今回以上になりますね。以上プラプンテゼロサッカーチャンネルのつつんでしょうか、ったチャンネルとます。さら